日本語が滅びるとき英語の世紀の中では2008年10月31日に畜麻書房より刊行された水村美奈の評論集。全7章。普遍語、国民文学等独自の術語を用いて国語としての日本語について論じている。2009年小林秀夫賞を受賞した。学校教育について著者がその見解を述べる。 英語公用語化を唱える船橋洋一の誘刻の心には賛同しつつも、英語公用語化は不要とする立場を示す。そして英語を用いて世界に対して意味のある発言ができる二重言語者の人材が必要であるが、その人材は国民全員でなく一部の選ばれた人であればよいと言う。義務教育では英語を読む能力の最初の部分を教えるにとどめ、 それ以後は選択制にしたり、個人的に学習したりするようにして、英語に割く時間を日本語の学習に充てるべきと説く。ついで、日本人が明治以降、西洋への劣等感から日本語を粗末にしてきたと述べ、国事改良論を非難し、書き言葉としての日本語こそ日本人の同一性であると述べる。学校教育のあり方においては、国語化において名作と呼ばれる。 日本の古典文学作品を読ませ、言わんとするところがわからなくても良いから、体でその作品の息遣いを感じ取らせるように、すべしと説く。最後に再び、日本語を守るべし、と述べて、章を結ぶ。ありがとうございます。